食と農の継承地は、和食や郷土料理とその食材を供給する一時産業、生産に関係する土地、施設、景観や食文化に関する祭事のような無形文化財に加え、周辺地域の世界遺産や温泉などの魅力あるコンテンツを統一的なブランドとして管理、発信し、インバウンド需要を食品の需要拡大や、 農産漁村の所得向上につなげることを目的に2016年に指導した農林水産省が推進する事業。2017年からは法日外国人旅行者を意識して事業名をセーバージャパンに変更した。認定は継承地としての地域を登録するのではなく継承地を管理、発信する自治体、農協、観光協会、NPO などの実行組織が対象となる。 認定条件は、向こう5年間の行動計画や食に関連する資源があるなどの要件を満たす必要があり、例えば棚田を中核に、そこで作られた米を使った酒造見学や郷土料理の調理体験、そしてそれらを飲食できる宿泊施設に泊まるといった具体的な観光ルートも示さなければならない。認定団体には、農林水産省をはじめ文化庁、総務省、観光庁、 日本政府観光局などの政府機関が情報発信や海外イベントでの広報といった支援が受けられる。一ノ関の餅文化を象徴するキネと薄さ抜きうどんかしわのすき焼き台の姿づくり。ありがとうございます。